皆さんこんにちは。ファクトリーギア TV 工具好き、はい、今日のテーマはこちら、ドン。知っとく工具インパクトドライバー編ということでございまして、インパクトドライバーですね。インパクトドライバーというとインパクトレンチとちょっとね誤解したりすることがあると思うんですけれども、インパクトレンチの方じゃなくてインパクトのドライバーですね。まあ、どういった時に使うかっていうと、もう固着しちゃってネジがもう取れなくなっちゃったっていう時に、よく貫通ドライバーをパンパンパンと叩いて、まあ、ネジに衝撃を与えることによって固着したネジを回すっていうのがあると思うんですけれども、当然ねやっぱりね固着したネジ外す時っていうのは、まあ、潤滑スプレーつけたりとか叩くっていうのは鉄則なんですが、叩くだけだとねなかなか取れないわけです。でインパクトドライバーっていうのはこう叩いた瞬間に、叩くと同時にキュッとこう曲がると、ブランビュンってね、ブランビュンってこうね、まあ、もっと速いです、ブレンって感じですね。でこれはインパクトドライバーと言いまして、これはまあいろんなねところでもうね1回や2回必ず皆さんねお世話になってるんじゃないかなと思うんですけども、今日はそのねインパクトドライバーを紹介したいと思うんですけれども、まず最初にインパクトドライバーという名前ではないインパクトドライバー、こちらでございます。ドン、硬券アタックドライバー。はい、ということで硬券さんはこれをインパクトドライバーではなくてアタックドライバーというふうにね名付けております。なのでまあいろいろあるんですけれども、インパクトドライバー、アタックドライバー、ショックドライバーとかね、まあいろんな言い方ありますけども、硬券さんのはアタックドライバーということでございます。まあでもねほとんど皆さんね硬券のインパクトドライバーくださいっていうので、あまり正式名称を気にしなくてもいいと思うんですけども、登録商標だということでございますので、まあ硬券さんに会ったらアタックドライバー愛用してますということで、決してインパクトドライバーとは言わないぞということでお伝えしておきます。硬券さんのアタックドライバーなんですけれども、金属タイプとラバータイプの2種類をラインナップしております。でこちらがラバータイプなんですけども、もうねこれねもうすごいね、もうなんていうの、吸い付くようなラバーね、気持ちいい。でさらにここにツバがあるんで、こう叩くのがちょっと外しちゃった時とかにも、まあ、セーフティー安全でございますよということでこの機能があります。でね、あともう一つはですね、こちらのシルバータイプなんですけれども、これね長さ的には同じです。こちらはラバータイプで、こちらがシルバータイプということで、ちょっと握りが細身になっております。でちょっと注目していただきたいのはこちらですね。ここシルバーなのに黒くなってるんですよね。こちら両方ともですけれども、シルバーなのに黒くなってる。これどういうことかっていうと、これね一応メッキされてるわけです。ここニッケルクロームメッキされてるんだけど、叩くとそのクロームがピンって飛んでいくわけですよ。でそれが刺さったりして危ないっていうことで、一回ニッケルクロームしたものをですね、この打撃部分のみを削って再度黒染め処理を施していると。もう硬券さんのねこういうところがね、やっぱね硬券好きの皆さんの心をねやっぱ分かってるなって思わせるねポイントだと思うんですけれども、一回ニッケルクロームメッキしたものを削って黒染め、山下工業研究所ということで、こちらも剥がれますからね、話の脈力ないけどさ2分の1のスクエア、これ使ってる人知らないまま使い続けてる人いますから、これラバータイプのものも両方ともこうなっておりますんでということで外れて使えますということで、ラバータイプ、わざとじゃないよ、ラバータイプとシルバータイプでございました。でこのアタックドライバーを使ってるお客様から、もうちょっとね小さいもの欲しいという声がありまして、ならば作りましょうということで作ったのが瓶のこちらはインパクトドライバーでございますね。ちょっとサイズ比較してみましょう。ちょっと短いんですよ。でちょっと短いでね、この短いのがなんでいいかっていうと、打撃したいスペースっていうのはハンマーをこうね振り上げなきゃいけないね。でやっぱ振り上げる時にこのスペースが欲しいというので、ちょっと短いのが欲しいんですよということで、まあ硬券のものよりも短いものを作りました。で我々がこれ開発する時にやっぱり一番注意したポイントっていうのは、やっぱりねインパクトドライバー系って壊れるんですよね。壊れちゃうので、その耐久性みたいなのをことごとくいろんなものを試作しまして、テストした結果かなり耐久性が高い、ガンガン叩いても壊れないということで、もうこれ販売始めて20年ぐらいになると思うんだけど、まあクレームの少ない商品ということで非常にタフな作りになっております。でもう一つはですね、ここにこう、溝が入ってるんですけども、ここに溝をつけて指でこう押さえられるようにしようと。
である意味ここ人差し指ですよっていうことで、あの注意を喚起することによってこういうところで手を叩かないようにとか、あのここに人差し指つけましょうみたいなイメージでデザインされております。そして、こちらもですね、今度は飛ばなかったね2分の1になってますんで、ソケットにも使えるというふうになっております。そして最後がこちら、ドン、はい、アネックスのネジ取りインパクトでございます。これね、3ミリから6ミリまで対応ということで、まあオートモーティブだけじゃなくて DIY とかいろんなシーンで取れなくなったビスに対してこのインパクトをパーンと叩いてこれがカッと回るっていうような、まあ小さいね、インパクトドライバーになっております。でね、これ一応こんな感じでセットされて大抵売られてるんですけれども、このインパクトドライバーにこちらですね、これが付属されてるんです。この、 あの特殊先端形状のビット、これがですね、まあ、この商品の人気のポイントではないかなと思うんですけども、これ叩くとですね、ここ刃になってまして、これで溝を作っちゃうんですね。あのもう溝が飛んじゃってるビスに対してこれを叩いてこの溝を作ってカッとこうね食い込むというような機能になっております。非常に人気のアネックスのネジ取りインパクトでございます。ということで今日はですね、知っとく工具インパクトドライバーの、まあ、ちょっとしたね、各々の特徴なんかを説明させていただきました。固着して取れなくなった時にはインパクトドライバー使ってみてください。それでは皆さん、さようなら。